はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、たかしくんです。ずいぶん久しぶりの動画、ごめんなさい。多分久しぶりに普通の動画になりますね。で、今回のちょっと前から急遽いつも使ってるあれがちょっと忘れちゃったので、仮面ライダーモットとかある、そういうワールドでちょっと撮影しておりますが、ちょっと緊急だったのでね、ちょっとこれ、緊急だったので、このワールド使って撮影してます。今後このワールドで撮影する可能性はあると思っててください。で、今回ですね、ちょっと動画にしてる理由ですね。最近ちょっと短い動画しか上がってないなーって多分思っている方いらっしゃると思うんですけど、ちょっと、投稿者がちょっと、いろいろ体調悪かったでして、体調悪くて、その短い動画になってたっていうことなんで、ちょっと、久しぶりに動画を撮ろうと思って、この動画撮ってます。うん。主さん的に、ちょっとこれ、動画にし、するのがちょっと微妙っていうか、って思う話かもしれませんけど、多分、報道があるとは思いますけど、報道があるかもしれないですけど、ってか報道されてると思いますけど、知ってる人はわかる通り、デジモンアドベンチャー、つまり、東映アニメーションの話をちょっと、仮面ライダーの元なのにちょっとお話しさせてもらいます。知ってる人もわかるかもしれないですが、東映アニメーションが3月6日に、不正ログインされてちょっと、しまい、その、アニメがちょっと制作が遅れるよっていう話に関してのお話ですので、これ、視聴者として、言わせてくださいということで、よろしくお願いします。今回の話を聞いて、コップネシタムは、正直びっくりしました。東映アニメーションのその、言えばさっき言ったデジモンとか、ワンピースとか、リスト的に4つのアニメ、今言ったデジモン、ワンピース、大の大冒険、プリキュアの新シリーズ、新作、それに影響したっていうことで、女子団びっくりしました。子供たちのアニメを、不正ログインして、放送を遅らせるっていうのはちょっと自分は、悲しいし、ちょっと、デジモンもそうですけど、大冒険なんか、デジモンは新しいやつですけど、大の大冒険ってリメイク作品なんですよね。多分見てる人は異論ある作品かもしれませんけど、いい作品だからこそ、そういうことをやってほしくないなっていうのも感じましたし、あとさっき言ったワンピースとかは今、連載もまだしてるけども、なんて言うんですか、なんて言ったらいいんだろう、言葉で言うのは難しいですけど、連載してる作品の中でもアニメ見てる人もいるんだから、なんかそういうのやめてほしいなってはっきり思いました、今回。今、デートは出しましたけど、普通に、自分思ったこと言えば、その、
と、その、なんだろう、やった人は普通に出頭、その、アクセスしてやった人は普通に、逮捕されるでほしいなぁと思うし、そう、さっき言った大の冒険とか、ワンピースとか、プリキュア、とかの作品が、早く、とかって言うおかしいしですね。そういう作品が早く、皆さんに、楽しい作品としてお届け、してほしいなって、視聴者の視聴率で、この動画を撮らせてもらいました。もし、話してる内容が理解できない人はですね、概要欄の方にですね、記事載っけておくんで、それを見てもらえば理解できると思います。ということで、動画の内容はちょっと長いですけど、そういう感じの動画になります。で、締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。さよなら。